失礼。赤目ってやつを知りませんか。赤目？さあどうやろな。あんた誰や。別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それは。まあいわ。赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない。赤目ってやつを探してるんだが。ああ、今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ。よそもんに余計なこと言うて、あの人怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。赤目ってやつを知らないか。赤目さん。ああ、それやったらほらあれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ。特徴は。行ったらすぐわかるわ。早う行かんとどっか行ってまうで。なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは。赤目さんに何の用や。さあな。ああ、なんやだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ。なんや、あんた知らんのかい。
うかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな、いいやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。おまビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせよ、おっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぞ。そらこっちのセリフや。まぬけ。お前らじゃ拉致が開かねえ。茜んとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄もんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が茜。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろ。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。ま、それはそうかもな。なんて呼んだらええ。本当に釣るのから何も聞いてねえんだ。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの。ああ、
もてなしって何のことだ。へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。んー、かわいい目してんのになんでずっとグラサン。あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。